皆さんこんにちは、西野ひとみです。突然ですが皆さん、6次産業という言葉をご存知でしょうか？6次産業とは、生産した品物を商品として加工し、その商品を売るところまで、生産から流通までを一挙に引き上げてしまうという産業です。今日はここ筑西市でその6次産業を手掛けていらっしゃる有限会社ファームオアシス代表取締役社長の篠崎さんにお話を伺います。篠崎さん、こんにちは、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。私たちの後ろに早速ですが、ビニールハウスたくさんありますが、こちらで何を作ってらっしゃるんですか？はい、ここのハウスで今15棟あるんですが、全部いちごを作ってます。いちご、はい、これから旬ですよね。はい、たくさんあるんですが、今15棟とおっしゃいましたが、その他にどんなものを作っていらっしゃるんでしょうか？はい、私どもの農場ではお米とか、はい、麦とか大豆とか、そういう普通作っていうんですけれども、そういうものと、あと畜産部門として、乳牛と肉用牛を飼っています。それと、まあ、このいちごの季節園芸の部門と、はい、そして今回加工部門として、はい、洋菓子店を立ち上げました。洋菓子店、それでは農業と酪農、それから洋菓子店と本当にもう流れがしっかりこう一貫してありますよね、はい、でも農業だけという方多いと思うんですが、酪農までこの牛乳まで生産してしまうというところがまたすごいですね。はい、もともと牛は飼っていたんですけれども、今回その洋菓子店立ち上げるにあたって、やはり少しでもこう自分たちでできる新鮮で美味しい食材を使って、生産したいと、加工したいということがありまして、まあ頭数は少ないんですけど、新たに設備をしまして、乳牛も導入しまして、買い始めたわけです。もともと篠崎さんのお宅は、はい、農業とか酪農をやってらっしゃったんですか？まあ農業はおそらく江戸時代の頃からやってたもんですけども、まあ牛を飼い始めたのは私からです。私が始めました、はい、やはり先に洋菓子店を作ろうと思ったんでしょうか、それとも牛乳も生産してみようかと思ったんですか？まあもともと牛を飼ってたのは肉用牛を飼ってたんですけれども、今回乳牛を飼おうと思ったのは、やはり洋菓子店の材料を作るために、乳牛を始めました。そうなんですか。茨城県は北海道について農業圏第2位ということなんですが、その農業生産することって多いかと思うんですけれども、この6次産業になぜ目をつけたんでしょう？たまたま娘がパティシエの目を目指してまして、まあそれで菓子職人になりたいというようなことがありまして、でまあそれだったら以前からこういう形で自分たちの農場で作ったものを製品にしてお客様に提供したいというような思いを持ってまして、こういう形で実現したわけなんですけども、まず応援する方もたくさんいらっしゃったですね。そうですね、一番応援してくれるのはやっぱり買いに来てくれるお客様だと思うんですけれども、以前からいちごの直売をここでやってまして、その時に結構こんな場所でもお客様が来てくれるんで、これだったらきっと美味しいお菓子を作ればまたお客様も来てくれるかなというふうに思いまして、やってみたんですけども、周りの方、お客様がやはり一番の支援者とおっしゃっていましたが、どんな反応ですか？ああ、そうですね、やっぱり地場の地物のその素材を使ってケーキやそのアイスクリームを食べていただいて、とても美味しいと喜んでいただいてます。そうでしたか。それでは早速その洋菓子店にお邪魔してもよろしいでしょうか？はい、よろしくお願いします。お願いします。こちらは篠崎さんの長女でいらっしゃる販売担当をなさっている瑞穂さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。可愛らしいですね。お店にぴったりなんですけれども、このラシーヌさんっていうお店の名前は
はい、どんな意味なんですか？あ、はい、あのフランス語で根という意味なんですが、あの根っこの根ですね。はい、ルートなんですね。はい、地域に根ざしたお店作りを目指しておりまして、そういった名前の由来になります。そうなんですか。お店を入ると早速いちごが直売されていて、そのもう元になっている原料のいちごの顔が見えて、それからケーキが見えて、なんかすごくいいですよね。ありがとうございます。これからクリスマスのシーズンになるんですが、はい、ケーキお客様今日もひきりなしにいらっしゃってたんですけど、どんなものが嬉しいというか人気がありますか？そうですね、やはりあの自社農場さんのいちごがあの使用し、いちごを使用しているケーキが一番人気がありますね。特に最近はあのクリスマスのシーズンということもありますし、お客様の来店数も増えておりますので、はい、特にそういった種類が人気です。あの先ほど可愛らしいジャージー牛、牛さんにお会いしたんですけれども、はい、その牛さんのミルクを使った商品とかで人気のものってありますか？あ、はい、あのジャージー牛乳を使用したジャージー牛乳プリンがあります。プリン、はい、また新鮮な牛乳ですぐに直送でこちらでお菓子になるって、ね、美味しそうですよね、もう聞いただけでも。はい、ありがとうございます。その他こちらで生産しているものを原料にした何かこれをおすすめっていうものはありますか？はい、あの米粉ロールがあります。自社農場さんの有機米コシヒカリを 100% 使用した米粉で、はい、作ったロールケーキになります。お米はこちらで今有機さんとおっしゃいましたけれども、どんな風に作ってらっしゃるんですか？あ、有機栽培っていうのは、まあ、あの基本的には、肥料や化学肥料は農薬を一切使わないで、3年以上、栽培したものをジャス有機栽培というふうな格付けで生産しているんですが、でそれを今度は粉にしました。それで作ったのがこちらの、ロールケーキです。はい、お子様にも安心して召し上がれますね。あのその他には焼き菓子もたくさん並んでいますけれども、あのクリスマスパッケージのも可愛いですよね。ありがとうございます。たくさん焼き菓子も並んでいますけど、可愛らしいクリスマスのパッケージとか、あとはあの贈答用に箱に入ったものもあって、皆さんいいですね、いろいろな選択肢があって。ありがとうございます。そうですね、はい、いろいろな種類の中からあのお好みのものをお選びいただければと思います。そうですか。あのお父様にお聞きしたいんですけれども、これからのこのファームオアシスの展望、そしてこちらのラシーヌのこれからの将来、どんな夢を見てらっしゃいますか？はい、まあうちは基本的には農場なんで、やはり農業生産に軸足を置いた、経営展開はこれからも続けていくつもりなんですけれども、その経営の一部門として、こういう加工販売という部門を立ち上げまして、特に最近若い人とか女性とかにこういう部門が注目を浴びてますので、これからの農業の、まあ、一つのスタイルとして、こういうものを提案できればいいかなっていうふうに考えております。そうですか。地元に根ざしたお店、その根っこの根がついているお店、そしてファームオアシスということで、この地元のオアシスになるといいですね。はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。